そしてピッチャー青柳晃洋。ということで青柳晃洋のナイスピッチングに期待しましょう。失敗する。ロマンチックの声が最後の最後やないから、後ろに引きずるものを方法は常に前にあるぜ。僕の悪くなかったっけど言っていいやったら悪くなかった。あれ悪くなかった。何聞いてんじゃん。